はい、どうも、リギアです。それでは、信長の野望新生パワーアップキット、雷神の娘、立花銀次郎編の続きをやっていきます。前回、シマーズの進行を跳ねのけ、逆進行をかけて、大村城を制圧したところ、漁夫の利をとばかりに大友家が、こちらに進行してきたので、今回これを撃退しなければならないですね。島津は、大半の城が今、我々立花家に大敗した結果、動揺状態という状態なので、おそらく手は出せないはず。怖いのは小早川ですが、小早川は小早川で、なんか、すべての城を防御拠点設定にして閉じこもってるので、ちょっと消極的な状態なんじゃないかなと。ということで、迎撃に出たいんですが、配管の入れ替えは今は特にないか。事業。郵送自動他に入れてもいいけど、佐賀城あたりに入れとくか。このあたり。感謝いたす。迎撃に行かなきゃいけない。あ、そう。あれ確か宗家も臨戦してたと思ったけど、解除したな。一旦諦めてくれたか。漁夫に来ようとしてたっぽいけど。まだでも従属させるには、こちらの兵力は足りないらしい。新小早川。小早川黒田の、あれが、反動目が切れてますね。話を聞いてやろうとはいえ、やっぱり、兵力不足で従属させるには、至らない。黒田に関しては隣接してないからダメ。まあ、当然、大友もダメでしょうね。うん。まあ、何はともあれ、一旦、大友迎撃と行きますか。我が武勇の生かしどころはついてまいるのだ。制服事情からも出して数は少ないけどね、しょうがない。佐賀城何日で職員するか、さっきの一日で着くから、ちょっと一日遅れで出す。あとは熊本城からちょっと足してという感じでいきますか。よし。お指図願えますか。進軍についても。ん？結局来るのか。それは、だるいですね。何日かけて来る？ 59 日で伊万里町に来る。ちょっと数が多いから。2500しか耐久のない城だし、非常にだるいですね、これ。どうしようか。もう、こっちが、大友が目と鼻の先にいるので、ここ先にやるしかない。伊万里城に関しては、
拠点化して何日かかる？支援を大村あたりからもらおうとして、52日で準備ができる。59日、1週間早くこちら体制整いますね。これで一旦しのいで、その間になんとか大友を撃退したい。熊本から出るか、どのタイミングで出るかはちょっと悩ましいところなんですが、このタイミングで出てもいいんじゃないか。ここに早めに当たりには行きたい。出陣いたす。超確信あった。これ張り付かれるな。15日間に合わないね、やっぱり。あ、しょうがないか。なんとか合戦で。それと、交渉、防衛に来てもらいましょう。今以上。よし、話はついた。攻められたか。よいしょ。これもうあれかな、範囲に入ってるんだったら養生から出陣。して。これ大将を変えることができるの？どういうことか。ついてまいれ。これで合戦か。全部隊入ってる。腕が鳴るわ。戦力比6000対1万。まあ、とか。かなあ。このくらいの戦力差の戦いはいつものことなので。腕が鳴るわ。敵は、あんまり強くないですね。で、騎馬も鉄砲もないし、国衆が半分近くを占めている。まあ、島津と比較してだいぶ弱いですね。これは蹴散らしたいところ。
敵の主力はまあこの俵隊ですね。あとはもうどうということもないかな。なのでここに銀地を当てて、銀地をと胸しげが当たっていく形に持っていって、国衆隊とはいえ2500はまあまああれなんで、正林はこっちかな。高橋はここを押さえる。加藤はちょっと中央の押さえにも持ってもらう感じでいきましょう。回線。おなごと侮るでない。我が武を見せてくれ。腕が鳴るわ。一応ここを。ご命令はいかに。西へこっちに進んで、加藤は中央へ。高橋、正林で右翼。さあ行こうか。うん、大体予想通りの動きをしている敵は。課題は先に取った。命を賜りたく。一旦ここまで下がっておく。よし、まず一部対決しますけど、そして松尾衆はどこに向かってくるか。どう来る？何？下がるの？あ、そう。正林高台に進出して、なるほど。ではこれを追いましょうか。で、正林下へここを取りに行こう。加藤の手、
よくないね。我が前に立ち下がる者らよ、ふざけ散れ。中央の抑え頼むぞ加藤。失水変流今こそ披露してくれようぞ。549いいダメージ。見えましたぞ。これ左翼は勝ちきれそう。入った。安全の敵を撃ち払わん。勝機見えましたぞ。よし。見えましたぞ。じゃあこのタンコブ入れて。この戦闘にて勝敗を決めてやりましょう。なんだ今の。こっちもライキリマル。よし飛ばした。そしたら、ご命令はいかに。宗重、敵軍の菊池を攻める。菊池狙いでいこうか。嬉しきことよ。で、銀地をちょっと休憩。ここは勝ち切ると思う。え、一旦遅いな。よし。よし。どう来る？陣地を一旦捕まって、ならこれ取らせてもらおうかね。よし。そしたら赤橋で移動。ここに行くぞ。足を動かせ。おっと、あら加藤が願いまする。どうかな。ラウは要所進め。我が先方を見るがよい。後部を入れて、国集隊なんぞ恐るに足らずですね。こちらとしては無理に戦闘をする必要はあまりなくて、ん？帰っていくの？来ないならいいけど。いざ行かん。お指図願います。こういくか。でここ押さえておいて、どっちでもいいけど抜き口を叩いてしまえばこっちの勝ちではあるか。これがもう帰ってくるっぽいからな。弱いのは
弱いのこっちだと思うんですよ。言って国衆隊なんでね。ただこいつ九州持ちで、ということを考えると、命令を下され、エーラよ、いざ行かん。こっちを秋月をやった方が楽かもしれない。でね、臨地用のあれも、いや、もう立花一発は当てに行こう。立花、どっちも立花だけど、ねしげの方ね。水平流当てておいて、当て逃げしよう。我が軍略、今こそ披露してくれようぞ。一旦触る。我が策あらば負ける。皆も力を振るうのだ。これ下がりましょう。無理をする必要が全くないので、ここはもう押さえておいて、緊張の戦法がたまったら、よし、加藤と2人でぶつけに行きましょう。まず銀千代の雷切り。これが我が戦法よ。みんな奮い立つがよい。よし。腕が鳴るわ。返さがる。今が好機ですぞ。ただの加藤の吸収。我が前に立ち下がる者ら。返さがる。砕け散れ。次宗重の戦法がたまったら当てましょう。 OK、 行け。とくと見るがよいわ、我が武略をな。よし、触る。次加藤と緊張のを同時に当ててフィニッシュかな。我が武勇の生かしどころ、攻め潰してくれよ。勝機見えましたぞ。雷切り。これが我が戦法よ。みんな奮い立つがよい。よし、1残ってる。あと飛ばして終了ですね。よし。で、あとはこの、軒口をやってしまって、これあれですね。家臣に手柄を立てさせたいので、陣地はあえて下がる。よし、よし、圧勝。網にかかって縛り上げよ。放つだ。何を考えておる。我らが何者かを示してくれよ。捕らえた軍も取り返しで。何ですと。なんと。毛利の印象が良くなったらしい。そんな感じなの。普通か。
色だけは強調になっている。島瀬からは敵視されたな。まあ、まあこれでね、一旦元も動けないでしょう。したら全軍撤収で、一旦ね撤収。銀ちゃんの撤収するとしたら熊本よ。さすがにこの距離なら。さて、撤収し次第、伊万里城へ救援に向かう必要はある。場合によっては向上されないために防衛拠点設定解除した方がいいかもしれないけど、一旦撤収を待って、我が武勇の生かしどころは、ここを考えすぎるくらいは立てて、あ、論考来てる。お、いいね。かたじけなし。うん、片付けない。オッケーオッケー。これで第1巻を変えられると思って、あ、鍋島はちょっとまだしばらく。宝術持ちで、銀千代たちが帰ってくるのが3日後。そうそう、もうちょいか。 OK、 帰ってきたので外観も まあ、こっちかな。片付けなし。うん。どこに置こうかね。そもそもだけど、制作、制度改新。あ、いけるいけるいける。ちょっと、これ取りましょう。構わん。その上で。修正高めの武将を久留米に置いてやりたいね。
勇壮寺とか、だってバフ要因になりそうなんだよな、どれもこれも。結構どの城も強い。ああ、佐賀城のバフが欲しいっすね、これ。佐賀城に、いつの？勇壮寺か。恐悦至極に存ずる。久留米に。この二人なぁ、バフになるから。村は？そんなに変わらんか。おいて、出陣伊万里城、進軍にしといていいな。オッケー。能力あるし、文開発かな。喜び。よし。加藤はもう出陣してよし。向かいましょう。佐賀城ちょっと待って。ね、伊万里城、防衛拠点設定解除しよう。迎撃した方がいい。さあ、よし、出陣。進軍について。伊万里城から出陣で、ね、命令を下され、先へと向かおうぞ。こちら5部隊。
向こう兵力ほぼ同数だけど一部隊だけだね。うまく仕留めましょう。夫人は、まあ、松浦援軍なんで前を張ってもらうとして、あと行くぞ。戦に反するは無門の誉れぞ。要所を我らに。次なる手はいかに。これあえて取らずに。引き込めないかな。進軍だ、進め。そうだ、相手取らなかったらおとりに来てくれないかな。来ないか。そこまでバカではない。じゃあしょうがない。いいね。目を止まり。OK。ルーラーをこの辺まで出して、敵の手には渡さん。来るかな。この高台の射撃範囲がこれか。ここには撃てない。わかりにくいな。策の仕掛けどころ。我が武勇の生かしどころ。うん、引き返しちゃう。そこで来るかな。今こそ指兵が出る。ここで当たってはいるけど、ちょい来ないか。来た。これ射撃範囲入ったね。足止め入れて松浦隊上がる。これ動けないはずなんで、よし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 。狙い時ですぞ。それでボコボコに打ってくれると、うん、陣地を一回当たる。というか松浦行こうか。軍を動か、続け。いける。もうちょいか。よし、行け。で、下がる。まともにぶつかる必要なくて、高台から一方的に。待って、これ、ここなら入るんじゃないの？
策の仕掛けどころ。どこまで下がるの？来る？次なる手はいかに？なりて敵を撃た。当たってはいるけど。次なる手はいかに？こう進めるぞ。当たった。撃ってるね。撃ってる、撃ってる、撃ってる、撃ってる。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。よーし。完璧ですね。ね、あとはもう、キクに任せましょう。いやー、松浦隊の足止めがかなり役に立ったな。援軍ご苦労ということで。よし。ちなみにこれ、僕従属するかどうか最大兵力だけの問題なんで、これじゃダメなんですよね。一時的に減らしたくらいでは、あまり意味がない。撤収しましょうか。我が武勇の生かし所は？この後どうするかですね。宗家兵力が壊滅状態なんで。でもね、総決め面倒なんですよね。まあ、遠いんで。シマスの動揺ももう間もなく解けるので、対島津に備えておくべきですね、これは。げっ。やめて。うわー、セーフ。動揺破壊。動揺。お聞きいただきとし。人がいるなら来てほしいけどね。いるならね。しかやりようがないな。父は？材木、陣代、石落とし、矢倉。矢倉こっちの方がいいんだよ。支援拠点を広げれる？オッケー。まあいいかな。よし。大目な考え推論できた。
商人町に売りたいです。グラとかサガジオいらんと思うけど、なんでそんなもん作るね。だってちょっと米が全体的にきつい。米問屋はまたなんだよね、結局のところ。米問屋の建設を急ぎたいが。黒田小早川の停戦も終わった。ちょっと睨み合いになってますね。早期は一体どのくらい兵力差を作れば。まだ弱気だからな。超ソカベ滅亡した。おお、なんてこと。もう四国をほぼ制圧。福島ももう落ちそうですね、これ。いや、豊臣の勢いがなかなか、ん？なんだこれ。これは？さらに東、織田家も飲み込もうとしていて。豊臣が強いな、やはり。あまり悠長に構えていると、九州も飲み込まれそうだ。上位集落。わかりましてござる。お？ほうほうほう。混乱持ち！能力こそ低いけど、混乱持ちは重要よ。神明を落としてお使いします。お、教練。いらん。あのね、君に、その、5年とか10年とか、下手すりゃ20年とか、そんなね、縛りを与えるわけにはいかない。上司に早い段階になってもらわないと困りますんで、あの、教練いらないです。というわけで、どっか入れる、変えたい。この人は修繕持ちってだけ。この人は博士。ここかな、入れ替えんなら。さっきは長崎さんだっけ。混乱持ち優先ですね。だって
何商人町まで来た。お金がないんだよな、今。今、勢力的には、立花はまだまだ下の方。最大兵力2万もないんですよ。戦力的にかなりきついですね。内政を充実させたい。制度開始にできた。これで地業の入れ替えはできるようになった。あ、領主の入れ替えですね。ただまだ城主を変えられないんで、このままでは城主変えられるようにしたいけど手が開かない。手が開くの待つしかないかな。欲しいね。と、ここには関西地を建てたい。おっと、大村で不審な動き。まあ、島津か。厄介な。忠誠大丈夫だっけ？ちょっと不安。そう。不安なんだよな。しょ。これ、先手打ちますか。日の江城、攻略戦。うん、日の江城攻略、やってみる価値はあるんじゃないかな。まあ、このまま座して待つよりも、こちらがイニシアチブを取って、攻め込む。人吉城行ってもいいけど、いや、まあ、それもありだな。こっちもありだな。動員できる兵力が、まあ、
日の以上だったら大村行かせるし、大村佐賀西福寺柳川熊本からも咲いてもいいぐらいはいけるけど、人吉城だと熊本、柳川、西福寺、佐賀、この今にも行っていいけどな。いや行ってみましょうか、人吉城。でここで、イフ、狙えるか、こっちも動員できる部隊数かな。マックス、2、4、5、6、6。多分今度の、島津は8以上出してくると思ってね。兵力差でつけられたり、部隊数差つけられると実際厳しい。島津は本当に鉄砲が痛くて、武将も強いし。久留米岩尾の籠城設定外して米貯め直してそれから行こうかな。その方がいいかもしれない。籠城、今籠城のタイミングじゃないと思う。基本的にはね。うん。よし。というところで今回はこの辺で終わりにしようと思います。よければチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。